日本で還元率が一番高いのはパチンコスロットだ。パチンコは数学です。ボーダーと呼ばれる損益分岐ラインを超えてる台を打ち続ければ勝てますよ。パチンコ雑誌に載ってるボーダーを参考に、プラス3回転以上する台を見つけてください。見つからなかったら違う店に行くか帰りましょう。そういう行動ができるのがプロ。打ちたくなっちゃってクッソ回らない台を打っちゃうのが養分です。お疲れ様です。ちなみに、潜伏確変狙いだったり、酔い腰 B 時短狙いだったり、ラムクリア後の C 時短狙いだったり、朝一はチャンスが結構転がっています。ちなみに僕パチプロだったんだけど、潜伏確変どころか確変中の台にお世話になったこと何回もありますよ。おぼっちゃまくん、冬ソナ2、海物語、朝一から電柱パカパカの確変スタートなので勝ち確なんだよね。だから朝一からパチンコ店に行く場合は台を全部見てからにした方がいいですよ。日中でした。